こんにちは。こんにちは。誰ですか？浜市市議会議員の箕島健太、26歳です。26歳、若いですね。当選おめでとうございました。ありがとうございます。皆さんのおかげさまで当選しました。はい、ありがとうございます。選挙どうでした？選挙はもう、振り返ってみると普通に今まで政治携わったことなかったけど、自分でやってみると、やっぱり大変なところもあるけど、学校祭みたいな感じで楽しかったなっていう。ああ、学園祭、文化祭みたいな。振り返るとすごい大きいです、ね。同級生とか手伝いに来てくれた？そう、ちょこちょこ手伝いに来てくれて、ビラ配ったりとか、ポスター貼ったりとかしてくれました。おお、いいですね。はい。虹の人たちもちょっと手伝いに行ってくれたかな？そうですね。みんなちょこちょこ仕事終わりとかに来てもらってるんで。あ、そうですか。はい、助かりました。はい、よかったです。ありがとうございます。某エス党とかからも手伝いで来たんですか？エス党、党は多分来てないと思いますね。あ、さすがに。そっかそっか。はい、わかりました。今日は何をしてるんでしょうか？今日は手植えで田んぼに稲を植えてます。はい。はい、お手伝いに来てくれました。こんな遠くまで、はい、豊田市まで。ありがとうございます。自然に帰りたいでも裸足で。裸足で。そう。日本人は米からだというところをやっぱり自分で体感しないといけないんで。はい、そうですか。でも本当なんかね、政治活動にしてもこんなとこ来てもあんま意味ないよね。いやー、政治って言ったら意味ないですけど、この体験を、食べ物を育てるとかいうことを、しっかり実体験として伝えられるんで、それに関しては全然。あ、そっか。それは良かった。重要なことです。ですね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これ種類知ってる？品種。あ、知らないです、ね。これがトヨタと三好でしか栽培されてない大地の風っていう大地の風っていう品種なので、はい。できたら味見分ぐらいお裾分けするので楽しみにしていてください。お願いします。はい。結構あっさりした感じの。米かな。品種改良はあまりされてない、原種に近いような。あ、そうなんだ。そういう感じです。もうそのままおにぎりが一番美味しいです。そうだね。ね、梅干しとかお塩とかね、そうだね。今日はこれから何がどんな予定ですか？これからは、セットの方でなんかイベントがあるんで、そこに参加、Kさんと、Kさんも参加するそうなんで。お、末永丼、そうですね、私のライバルの、はい。はい、喧嘩友達です。はい、あんまいらんこと言わんとこ。それぞれの主張があってね。まあね、それが一番ね、そうですね、大事だと思うし、はいはい。僕がやっぱ掲げてるのは和を持って立つとしてなって、はい、素晴らしい。今喧嘩しないとかじゃなくて、それぞれの意見、主張があった上で、お互い受け入れて、議論し合って、そうだよね、あるんで、喧嘩しようが何しようが、自分の信念を貫いていくのが大事かなと思います。そう、本当そうなんですよね。なんか今ってその子育てしてもさ、仲良くしなきゃの罠みたいなのがあって、そう、喧嘩するぐらいなら遊ばせないわよみたいな子育てがあるじゃない。なんかそれもちょっと違うよなみたいな思うことは。そうそう、子供喧嘩させなくてどうするよっていうね。そうそうお、来た。喧嘩ぐらいね、するのにね。ね、喧嘩ぐらいするのにね。ごめんね、撮影しとるけど、ちょっと後ろ姿ぐらいで。ね、子供遊びに来てくれました、みんな。動画撮影中で。ごめんね。やっと長くてグループからちびっこやママさんが遊びに来てくれましたと。ね。そう、やっぱこうやって自然に触れることも、それこそ大人は少なくなってるからね、そういう考えになっちゃうかもしれないし。そうですね。そう。小さい頃からこう土に触れる機会とかやっぱり作っていかないと、そういう大人になってしまうんで。そうです。自然に帰るという生き方を、はい、目指しているので、はいはい、やっていきたいですよね。私も微力ながら、なんていうか直接政治に関わったりとか、なんていうかこう、あと戦うタイプでは自分自身がないので、こう私がやってるグループは外遊び連絡網っていうところなんですけど、自然の中とか外での体験を通していろいろ学んでいって、人間の土台を作りとかのお手伝いができたらいいなっていう感じでやっていて、で箕島さんね、参加してくださって、今日も
来てくださいまして、遠くから。どれぐらいかかる？天使からここまで。でも言って1時間ぐらいですよ。あ、そうなんだ。うん、高速で？高速だと3、40分ぐらい。あ、そうなんだ。全然近いです。そっか。はい、朝から来ていただきました。はい。はい、あ、あとさっきの宇都宮の話とかって。ああ、うん。この間あの宇都宮さん市政の会の、うん。イベントというかお茶会みたいな参加して、うんうん、みんなで持ち寄りで一品持ってってランチ会で、あ、いいね、楽しそう。その後に宇都宮さん の、うん、あの勉強会やったんですけど、みんなやっぱこだわりの食材とかだよね、宇都宮の、そうだね、小麦粉使っていいのかなみたいな、すごいんですけど、そっかそっか。僕もなんで畑で採れた玉ねぎを、うんうん、酢漬けと醤油漬けにして持ってたんですけど。おー、いいね、へえ、お料理できるんだ。まあまあまあ、ぼちぼち、うん、すごいですね、はい。そうなんだ。ランチ会をしてから、うん、まあその時社会読とか、まあ、医療に関してとか、うんうんうん、いうことを宇都宮先生から、うん、まあ、勉強会で、うんうん、みんなで話し合いながら、うんうんうん、そうなんですね。やってました。そっかそっか。そういうコミュニティがやっぱいろんなところにちょっとできてきてるんで、うんうん、これからやっぱそういうところがうまくつながっていくのがすごい大事かなって、うん、ね、思いますね。そうですね。でこの間も、うん、宇都宮もそうだし、ケイさんもそうだし、うん、誰だ、洋平さんとか、三宅洋平さんとか、なんか9人ぐらい、うん、懐かしいな、三宅洋平さん。9人ぐらいチームで会議してたやつがあって、それぞれコミュニティやっぱ持ってるメンバーだったんで、すごい濃いメンツだったんですけど、うん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 、そういったところがまたまとまってきたなっていう、うん、段階かなと思うんで、ちょっと支え合える人たちが増えてきた。うんうん、その中に農業自然のやってる人もいたし、政治、うんうん、関わってる人もたくさんいたんで、はい、うん、じゃそういうつながりをちょっともっと強化していく段階で、うんうん、あ、いいですね、うん、すごい楽しみです。すごい楽しい時期ですね、いい人生ですね、はい、なんかそうか。来週私も箕面島さんに教えていただいたなんか講演会、今橋、あ、はい、自然のセミナー。そう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 、イギリスの方でね、20年間自然のしてて、はい、うんうん、カエル、カエルさんいた、うん、そう、もうデータもちゃんと取っている人がいて、うんうん、まあ、日本また気候とか違うから、うん、その辺は分かんないですけど、うん、これから自然の目指していく人とかも結構参考になると思って、うん、ね、通じるものは絶対ありますよね、場所は違うけど、そこに来る人たちってそういう人たちなんで、うん、またそこでもつながりできるんで、うん、ね、そうですね、面白いですね。はい、行ってみます。友達と、まあ、ここの畑を一緒にやってる仲間も一人参加して、農業法人やってる方なんですけど、うん、一緒に行ってみますね、遊びに行きます。浅井先生に紹介されて、あ、そうなんですね。そう、浅井先生から久しぶりにカラオケ行こうよカラオケ行きたい、ありがたいこと。昨日も浅井先生会ってきました。あ、本当忙しそうですね、なんか、うん、本当によく飲んでますけどね。え、あ、そうなんです。タフだなと思いますよ。ね、すごいよね。ね、あの年でね。そうそう。朝早く起きて。そう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 。でもやっぱもうずっと患者さんのこと考えてて、うんうん、本当にどうしようってもうすごい悩んでて、うん、本当いかんね。数時間本当いかんね。ね。言ってたんで。そうそう。今年の、今年の1月か12、去年の12月とかかな、なんか患者さんがね、すごい例年の30倍ぐらい。いいの、亡くなっちゃったとかいう話をしてて、やっぱりすごく悩ましいんだろうなっていうね。そう、直接知ってる方はっていうのはね、辛いですよね。まあ、このね、農業畑やられてる方とかもね、高齢の方が多いから、どんどんちょっとね、体がね、動かなくなってできなくなったりっていう人がね、増えてきてますよね。っていうわけで、やっぱ食料危機とかも考えつつ、そう楽しく、楽しく前向きに、食料生産を。知らないとね、うん、必要もないし、考えようもないんで、そうそうそう。希望を知って、その中に希望を見出すという、ね、そう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 。考え方で。そう、でもね、やってみると、すごく大変なんですけど、例えばここ、これぐらい田植えしたら、まあ、今日一日で終わりそうな勢いじゃないですか。大変だけど、これで1年お米が食べれちゃうわけですよ、家族4人が。あ、ここだけでいける1年って。そう、うまくいけばね、うまくいけば。ただ去年なんかその寄生虫が出たりで失敗して20キロしか取れなかったから、あ、まあ、ちょっと失敗することもあるんだけど、でもまあ、
これだけやったら1年食べるのに困らないって思うと、なんかそんな生きるって難しいことじゃないんだなみたいな。そう、まあ、これが逆に普通だから。そう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 。そう。やっぱお金とかね、物とかに惑わされて。そうですね。生きてきたのを今やっぱ、もう一度。そう。カエルシャンじゃないか。カエルシャンです。ありがとう。かわいいね。よく捕まえました。平気カエル。うん。はあ。よいしょ。いた、カエル。うん。カエルシャンだよ。お水が。そうですね。年貢を納めるために働いてるようなそう、ね、昔はやっぱお米を納めてたわけ、ね、そうですね、はい、ね、まあ、不作になってもね、周りで支えるような、うん、あのネットワーク作っておけばね、そうですね、十分だと思うんで、ほんとほんと、まあ、昔の人ってお米が主食じゃなかったと思うんですけど、うん、まあ、芋がゆみたいな、うん、お米って結構まあその収穫が不安定な作物、うん、だし特に東北地方とか寒いところだと、うん、例外が、まあ、熱帯の植物だから本当は、うん、暑ければ暑いほど育ちやすいようなとこがあるので、なるほど、そうそう、まあその江戸時代がね、徳川が静岡のあったかいところ、ごめんね撮影中、あったかいところが将軍になったじゃん、うん、だからそこでを中心に決めたから、うん、もしもその東北とかでは麦とかいう、まあ麦反対してる人もいるけど、うん、麦を育てるとかいう政策にしとけば東北の人はそこまで飢えなかった、そこまでの基金がなかったんじゃないかと、だからやっぱどの時代もその中央のその方針に田舎の秩序がついていかなくてこう引っ張られて、うん、混乱しちゃうっていうことはあるのかなと思って、自分がこの農業ではなくて百姓というか、泳いでたよ、泳いでた、そうだね、生き物いっぱいいるでしょ、農薬使ってないので生き物はいっぱいいます、そう、ね、まあ、大根とかさつまいもとかは絶対育たないことがないというか、ほぼ失敗がないかなって思わない、あの何育ててますかね、あ、まあ、それはある、うん、うん、どんなものを、猪島さんも週末農業100坪ぐらいっていうことですが、そう、週末だけでいろいろ、去年1年半前から始めましたけど、うん、最初玉ねぎの苗もらって、うん、それも冬放置しただけで、まあ、ちょこちょこできましたし、そうだよね、じゃがいもできたし、うんうん、その後さつまいもを植えて収穫できたし、うんうんうん、里芋、落花生、あ、いいですね、もうもらって植えといたら、うんうん、のびのび育って、はあ、すごい、夏野菜もまあ、うん、ちょっとちっちゃかったけど、うん、ミニトマト、ナス、キュウリ、ピーマンとかは、うんうんうん、一通り取れたんですよね、うん、でそれ週末だけ本当に仕事しながらだったんで、うんうんうん、すごいすごい、食べていけるぐらいは全然 ねできるんで、ほんとほんと、一人が食べるぐらいは全然土地があればね、そうできるもんだよね、で同級生とか周りの人呼びながらやってたんで、うん、そんな負担なく、うんうん、まあ、夏の草刈りとか大変だったけど、うん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 、全然そこまでストレスになることなく、うん、チョイスが上手、そう、その里芋、じゃがいも、さつまいも、落花生いいチョイスです、そうそう、いや、うまい具合になんか周りのやっぱじいちゃんばあちゃん声かけてもらったり、種とか苗くれたりするんで、うん、これやりやすい、ね、またそれを聞く素直さがあるから、なかなか作業ははかどらないですけどね、うん、こっちでおじいちゃんの話聞いて、さあ始めようって言ったら次こっちからおばあちゃんが来る、人気者じゃん、もうなんか温泉演歌歌手並みのいや、でも食べ物にこだわってるから、このアップにしても肌が綺麗肌のキメが、あ、なに、あ、捕まえました、ほんとだ、ぴょんぴょんしてる、いや、いいね、よ、あ、カエルって赤ちゃんみたいだよね、これね、おばあさんはアマガエルが大好きだはい、みんなすごいね、田んぼダイブしてるよね。お姉ちゃんはさすがに田んぼダイブしてないかっていう感じでした。じゃあ最後に何か最後に一言とかそうですね、僕はずっと言ってるのはみんなで畑をやろうって言ってんで、うん、それだけですね、イエス、それが畑畑が
地球を救います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。